皆さん、こんにちは。10分で新書。小川博の YouTube チャンネルです。ナビゲーターはパンダの徳丸です。よろしくお願いいたします。はい。今日は第16回、あ、10 26回ですね、えー。紹介するのはこちら。 いきます。こんな感じ。はい。3.115の建築と社会デザイン。三浦敦さんと藤村隆二さんの編長でございます。英語写真書から出ております。はい。ということでね、3.11というね、東日本大震災というふうに言われますけども。まあ、3.11っていうのは、まあ、地震が発生した日ですよね。 まあその後にね、えー、まあ数時間後に津波が起きて、えー、それで、えー、東あの福島第一原発の電源喪失ということで、その後ね、福島は偉いことになるわけですけども、まあ、そ,そこはまだね、解決したっていうね、えー、10年以上経ってますけども、解決したとは言えないですよね。まだね、えー、まあ、ふるさとをね、退去させられて日本、 えー、日本政府に退去させられて、い、え、ま、ー、だに家に戻れない人。いや、もう戻るようにも戻れない。これはね、あの戻れないっていうのはあの物理的に戻れない人と、戻るようにもちょっともう、だってもう仕事もあの新しいところで始めちゃったし、あの親戚一同もじりじりだし、いや、もう今更戻ったところで、みたいな人もいらっしゃるし。いや、でもやっぱり、生まれ故郷で、 暮らしたいよねみたいな人もいて戻ってきた人もいるしこれがね、えー、まあちょっとねいろいろ地域の分断を生んでしまったわけなんですけどもまああのー、原発のね、えー、問題とは別としてまあ宮城県とかはまああとはね岩手県とかそういうとこには津波で沿岸津波で沿岸の人たちが まあ、家屋をね、失ってしまった。っていう人たちがいるわけですね。まあ、こちらは、まあまあ、もちろんすごい大変、あの、あの、もう、いたとましい話で、私も、えー、取材に、そうだな、3.11の、まあ、1ヶ月後ぐらいですかね。現地に入って、まだ全然、あの、被災してる、家屋とか、駅とか見て、っていうね。ちょっともう目を大わんば、わんばかりの、 残情を目にして、これはって思ったんですけど、もね、言葉もないっていう感じなんですよね。で、まあ、そういうね、悲惨な、あの、まあ、宮城県とか岩手県とかもあるんですけど、まあ、そういうのはね、再建、もちろんね、あの失った命は取り戻せないですし、えー、ね、その空白の期間っていうのも辛いことなんですけども、 建物自体、建物自体っていうかい変なんだけど、まあ再建はできる。福島は未だに再建が進まない。ということでね、まあ、ちょっと状況が違うんですけども、まあこのね、えー、まあ三浦篤さんと藤村さんの、藤村隆二さんの本は、まあこのね3.115東日本大震災、まあ地震と津波に、まあどっちかと,いうと焦点を当てて、まあ今後のその生活をどう組み立てていくのか。 っていうことで、まあ、建築っていうね分野これは藤村さんの専門分野ですねで三浦さんはどっちかと,と消費社会から地域を見るみたいな、ね、都市構造を見るみたいな感じの人だったんですけどもまあそれでもねやっぱ都市っていうのはどういうものなのかっていうねどういうふうに作られてきたのかっていうのがお強い方なので、まあ、この2人があの中心になって、えー、編書という形なんですけども本書の内容はどっちかと,とシンポジウムですねなのでいろんな人が出てきますはい 例えば、えー、山本利賢さんですね。山本利賢さんは、えー、現在は、えー、名古屋の造形大学というところで、えー、学長されてるんですけども、もともとね、有名な建築家でございまして、まあ、あの、いろんなことをね、あの、建築家っていうとね、なんかね、こう、建物を、また家だけじゃなくてね、あの、体育館とか、まあ、市役所とかね、まあ、駅とか、 まもっと大きいところで言うと、まあ、商業ビルなんかをね、作る。えー、作る人っていうね。まあ、作る人って言うと、大ざる、ま、しすぎるんですけど、まあ、あの、建築家っていうとね、どうしてもそういうイメージが強いんですけど、まあ、そういうね、その、個々の建物なんかではなくて、あの、地域全体、もう都市全体、もっと言えば社会全体を考えて作るっていうのもね、一つの、まあ、建築家の中では、 あの、一つテーマ、一つテーマっていう方もいいんですけど、ま、考えている人もたくさんいらっしゃいまして、ま、もちろん多分全員考えてるんじゃないかな。ま、全員たくさんいるって言,って言いましたけど。ま、例えば、うん、そうだな。え京都にいきなりなんかド派手なピンク色のラブホテルが駅前にボーンって立ったら、ええーってなるじゃないですか。ま、別に僕はラブホテルをいらない施設っていうふうに断じてるわけじゃなくて、例えば東名のインターとかね、ああいうとこだったら、なんかまあ、あっても、 あってもおかしくないっていうか、まあ、そういうのも必要だよね、みたいな感じで立ってても。 あの、干渉、ね、普通の生活に干渉しないかなーっていう感じです。調和できるかなーっていう感じなんですけど、やっぱ、お寺の中にね、いきなりね、ラブホテルがボーンとかね、あの、で、立つと、<laughs> あとね、それは、うん、どうなんだろうっていうね、それはハレーション起きるの当たり前の話なんで、もうちょっとこう、なんか、あの、共存できるように考えましょうみたいなね、そういうことも思ってしまうわけなんですけども、まあ、そういうのをね、全体で考えていくっていうのが、まあ、社会のデザインなのかなっていう感じなんですよ。で、 3.11はねえ、津波で、えー、ほとんどの建物住宅がなくなってしまったということで、まあ、これはね、あの、まあ、こういう言い方をすると、ちょっとあれなんですけども、まあ、このね、次世代に、あの、昔作られた街並みが、21世紀、22世紀、まあ、22世紀まで言うとちょっと見通しが向こうすぎるんですけど、に合わない都市構造になっている。例えば、昔は、 多くの人がそんなに車自家用車っていうのを持ってなかったから道路は片側1車線どころか、えー、両側で1車線だから片側1車線ずつじゃないからあの行き来できないですね向こうから車が来るとちょっと止まってど隅に寄って通してで,で自分が行くみたいなねそういう話とか、まあ、大型のトラックが通れないみたいなねそういうような形だったで大型のトラックが通れないと物流に物が問題が出てくるわけですね し、例えば、大きあの、ショッピングセンターみたいなのを作るようにしても、渋滞が起きちゃうから、ここには作れません、みたいな、そういう話があったりとか、なかったりとするわけですよね。はい。で、駅前にも、例えば、駅前ロータリーがないから、バスが発着できない。発着できても、ちっちゃいバスしか乗れ、できないから、えっ、ー、と、多くの人が利用できなくて、結局、そこから、えー、例えば、市役所行くとか、公民館行くとか、図書館行くみたいなのができない。 っていうことですよねでもって言っちゃうと車の時代から今度また徒歩の時代になってくるわけですね。っていうのはやっぱ高齢化してきてだんだん車を運転できる人が減ってくる。ってなると駅の目の前に図書館とか区役所とか市役所とか、ね、そういう、まあ、保健所とかねそういう役所系がまあ、駅前にできた方が便利だよねーみたいな感じになってこれまでは駅からバス乗っていくみたいなのがまた駅前に戻ってくるみたいなねそういう変化があるわけですよね。うん ということで、まあ、あの、こう、時代時代に合わせて作り直さなきゃいけないんですけど、一度作ったインフラってなかなか壊してない。道路を広げるにしても、いや、隅の家の人にどいてもらわなきゃいけないわけなんで、でもね、隅の人も、いやいやどういてくれってたって、俺らここ住んどるかなっていう、そういう話があって、そんな、ま、死んだら、死んだ後は俺、俺の死んだ後はどうでもいいけど、 死んだ後というか家族が、ね、死んだ後はいいけど <laughs>、あのー、それまではちょっと待ってよみたいになると、まあ、30年、40年、50年かかっちゃうわけですよね。まあ、なんで、まあ、作り直すっていう意味では、まあ、そういう、こういう災害を機に作り直すっていうのは、まあ、チャンスっていうと、ちょっと前向きな話になっちゃうんですけど、まあ、これで作り直す機会を得て、まあ、それでね、あのー、また新しい生活を作っていくっていうことでは、 改めてここをゼロからもう一回リセットして考えるっていう意味では3.11っていうのはいい機会になったなっていうことでまあね、三浦さんと藤村さんがシンポジウムで話し合っているわけですね。ただ、その先ほど申し上げた山本利権さんっていうのはね、えー、一つまあ重要なことを言ってるわけですね。これが一住宅一家族っていうのが戦後ね、えー、政府によって 政府の戦後の住宅政策によって固定観念化していく。例えば一つの家にね、一つの家族が住む。まあ、これは別に何の違和感もないですよね。でも、例えばね、戦前っていうのは結構ね、姉夫婦とかね、妹夫婦とかね、そういうのが一辺一つの、まあ、なんだろうな、家に住んでたみたいなことも全然あるんですよ。 で、それは、まあね、あの、まあいろいろ社会が変化してきて、そういうふうになっていくんですけど、一つの要因としては昔は、みんなね、農家だったんですよね。だから農家は力合わせて、えー、まあ一,一家という、一族で、えー生計、まあ、家、収入を得ていた。まあ、例えば男衆、ね。三人兄弟だったらお、お兄さん、長男、次男、三男が、三人力合わせて畑を耕す。で、その間に家で、えー、 えーまあ、みんなねご飯作ったり着物を縫ったりあとは他にもね、えーまあ、農,農作業のど農具を、えー、補修したりとかね、まあ、そういう役割分担をしてて、まあ、しかもね、えー、か兄弟だけじゃなくて、えー、おじいちゃんとかはねおばあちゃんなんかも一緒に住んでたみたいなそんな話があるんで、えーまあ、結構ね1家族1住宅1家族っていうのは、えー、戦前はそうでもなかったんだよと。 戦後、ところが、えー、政府の住宅政策によって、それが変わってくるわけですね。まず19、1950、え、年、ー、住宅金融公庫法というのができます。はい。で、その後、1951年に公営住宅法。さらに、1955年に日本住宅公団法というのができて、えーね、これで、えー、と住宅っていう政策っていうのが、えーこじえー、なんか、一家族、一住宅。 一住宅一家族になっていくわけですねということによって、これ何が起きたっていうか、もちろんね、1家族で1住宅を持てるっていうのは、まあ、すごく、まあ、いい幸せにも見えるんですけど、逆の面で見ると、まあ、この法律を整備したんで、もうあとはあの個人で家、住宅のことは個人の責任ですよ、みたいなね、えー、丸投げしてくるわけですねじゅ、政府が。ってなると、例えば、家を持てない人。 えー、これは怠惰でもてない人っていう人もいるかもしれないんですけど、不幸なことにもてない人っていますよね。例えば、えー、お父さんお母さんが病気になっちゃった。でも僕学生だよって、まだ中学生だよっていう時と、ね、そうするともう高校行かずに働かなきゃいけないってなって、お父さんお母さんの病気の面倒を見ながら働いて、その働いたお金は全部お父さんお母さんの病気の治療代に当たっちゃうと、なかなか家を買う機会もない。 ね、なんか、しかも中卒だったりすると、なかなかそういうね、えー、いい仕事にもつけないみたいなね。そういう、なんか、なんか、有利不利みたいなのが出てきちゃって、結局、住宅政策を民,民間に丸投げしていくっていうのが、個人の責任に落とし込むっていうのが、どうなのっていうのは山本利研さんは言ってる、問題提起してるわけですね。だから、ある程度の、こう、政府、もっと言えば、地方自治体とかでもいいんですけど、えー、こう、こうの部分で、 サポートしてていいいいいかなななきゃゃけないんじゃないのっていうね。もちろんそれが全く100%正しいというわけでもないとは思うんですけども、ね、あまりにもこうが民に丸投げしてすぎてしまったこれは住宅政策を考える上でちょっと問題あるよねみたいなねというのを語ってるわけですねでそのそういうのを軸にこのなんだろうなこの本は実はシンポジウムをね核と、えー、した内容で ままとめておりましてでそれで他の指揮者なんかもいろんな意見を解禁していろいろねけんけんガクガクというふうな感じでやってるわけですけどもねはいということでねちょっと長くなってしまいましたけどもね、えー、もう一度出しましょうかはいこんなね、えー、すいませんちょっと髪が落ちましたはいはいちょっといきますね「3.115の建築と社会デザイン、はいえー」三浦さんと藤村隆二さんの本読んでみてください それではみんな、またねー <music>